時計は午後10時30分を回りました。今週も始まりました小室由里の夜サプリ。ここから30分間どうぞお付き合いくださいね。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒しところ薬も庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社と沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、梅雨も明けましたよね。とはいえ車の運転は十分に気をつけてくださいね。それでは今週もよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション、なんかおかしかった、うんなんかおかしかったね。はい、男女コミュニケーション専門家小室由里です。女の子のラブを応援するライフスタイルメディア For Me さんというこんなウェブサイトさんがあるんですけれども、ここ私ちょこちょこ見に行ってて、なんでここちょこちょこ見に行っているかというとですね、なんとですよ、あのブラックサンダーがガトーショコラに変身するなんていう記事を見かけたことがきっかけで見に行くようになりまして、でいろいろ見ていくとですね、ガーナ、ロッテのチョコレートのガーナでガトーショコラが作れるよとか、森永のアイスモウってあるじゃないですか、バニラアイス、これでバスク風チーズケーキ作れるよとか、もう皆さん大好きですよね、これ大好きですよね、フルーチェ、このフルーチェを使って低コストで絶品簡単レアチーズケーキ作れるとか、まだまだあります、ブルガリアヨーグルトでひんやりレアチーズケーキ、もうすぐ作りたい、こんなようなレシピが満載に載ってまして、これを見るのが楽しくて、いや作れよじゃあ作れよって話かもしれないんですけど、作りますよ、そのうち作りますよ、作ったら報告しますよ、とりあえず見て楽しんでますこういう時短レシピとか、何年前ですかね、時短っていう言葉がすごく流行ったじゃないですか、2016年とか17年とか、あの伊藤家の食卓っていうので時短っていうキーワードが出てきて、そこから時短がめっちゃ流行ったんじゃないかなという記憶が私の中には残っておりますが、なかなかね、私も正直言うと時間がその潤沢にあるかっていうと、やっぱりないと言わざるを得ない中で、やっぱなんか作りたいな、それは自分の楽しみであったり、ストレス発散のためであったり、ね、ちょっと誰かにプレゼントしたいななんていう時に、こういう時短レシピかつ、え、これ作ったの？すごいねって言ってもらえる。でも実はその中身ビッグサンダーなんだよねって思える、このちょこっとしたクスッとした工夫っていうのは、あの私の心を非常にくすぐってくれるメニューだなと、レシピだなと思って今のところ見てます、はい、作ったら報告します。作ったらね、いや作るよ作るよ、作りますよ、はい、ということで For Me という、ウェブサイトさんに掲載されております。ぜひ見てみてください、とても美味しそうです。さて今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、ネットでウィークエンダー、新しいコーナースタートさせていただきます。こちらはですね、 YouTube チャンネル友達 TV 内で配信している私、伝説の AV 女優と呼ばれる小室由里が、様々なニュースをもとに日本の政治情を語っていくというこんな番組、ネットでウィークエンダー、これを夜サプリでも取り上げていこうと思います。今週は男性セラピストが女性に性的サービスを行う女性向け風俗の利用者が増えているという、こんなニュースを取り上げてみたいと思います。毎月2週目は Q
共感一言サプリ。相手の信頼を共感誘発行動でググッと引き寄せちゃう、共感コミュニケーショントレーナー新田明嗣先生に教えていただきますよ。今週は頼りがいのある表情の作り方、これ男性必聴ですね。そして大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による毎週の占いサプリです。週末の占いサプリですね、はい、梅雨明け夏の恋愛編、そろそろね梅雨も明ける、そんな時期、今年の夏の恋はどんな行く末になるんでしょうかね。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想、リクエスト、恋の行方等々等お待ちしておりますよ。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレス yuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。ネットでウィークエンダー。このコーナーは伝説の AV 女優と呼ばれる私小室由里がネットニュースをもとに日本の性事情についてお話ししていこうと思います。この内容は YouTube チャンネル友達 TV 内、小室由里のネットでウィークエンダーにて動画でお楽しみいただけます。今週は男性セラピストが女性に性的サービスを行う女性向け風俗の利用者が増えているというニュースです。このニュースは21年の6月14日に配信されたプレジデントオンライン、ディズニーランドのついでに予約、女性向け風俗利用が爆増しているわけ、こちらをご覧ください。このニュース、都内では150店舗以上の女性向け風俗が営業していて、もう利用者爆増なんだそうですね。女性向け風俗セラピストの正木博さん曰く、以前に比べてレジャー感覚で利用される若いご年齢の利用者がとても増えたんだそうです。個人が自由に情報にアクセスできるようになりましたよね。利用者も情報を発信できる環境が整ったりと、いろいろなハードルが下がって、こういう女性向け風俗に対して抵抗感を感じる女性が減っていったことが理由なのではないかとおっしゃっておられます。じゃあ女性のお客様の意識、これがね非常に本当に変化が著しいと感じられているそうなんですね。以前利用されていたのは長年セックスレスに悩む40代から50代の女性、私が普段カウンセリングをしているようなご年齢の女性。じゃあどんな理由でこの女性向け風俗を利用されていたか。性交痛に苦痛を感じている、セックスの時に痛みを感じてしまう、または演技に疲れてしまう、こうしてほしい、ああしてほしい、これが嫌だということがパートナーに伝えきれなくてセックスに疲れてしまったわという女性、または女としての自信を喪失してしまった女性。これは女性だけの原因ではないですよね。これもね AV が原因でさまざまなことが引き起こされているなと思うんですけれども、じゃあ最近はどうか。最近では20代から30代の女性がプロの技術を試してみたいと連絡をくださる方が多いんだそうです。それこそ地方からディズニーランドに遊びに来て、その翌日に女性向け風俗を予約して利用して帰るという、
なんかこの方程式というか、これってあれに似てません？あの男性が地方出張に行って、その出張先のホテルにマッサージを呼ぶとか、またはデリヒルさんを呼ぶとか、なんかそれに似てません？この図式に。もともとね、この女性向け風俗っていうのは、性行為、セックスがうまくいっていないご夫婦のためのサポートが目的だったそうなんです。この草分けというのがドクター新井さんという方で、女性も性を楽しみ性感を味わう、このドクター新井さん、おそらく、ドクターというとアダム徳永さんなんがね、やっぱり筆頭に上がるのかなと思うんですけど、アダム徳永さんよりもさらに前に、この女性も性を楽しむそういう権利があるとおっしゃっていたのがこのドクター新井さん。当時としてはものすごくセンセーショナルな文脈で爆発的にヒットされたんだそうです。整体師さんとかね、体の知識とマッサージのスキルを持っている方たちが当時はね、裏メニュー的に行うケースが多かったなんだそうです。これ私も裏メニューでこういうサービスやってますよっていう方は知ってました、はい、表じゃなかった決して。ところがこの3年ほど前から性感マッサージ師と呼ばれていたこの男性たち、セラピストという呼称になって、お店によってはスタッフとかキャストと呼ばれるようになっているんだそうですね。スタッフとかキャストっていうと、あれですよ、キャバクラとかクラブとか、そういう感覚、そういう位置づけにこの女性向け風俗っていうのはなってきてるんだろうなと思いますね。実際にこの正木さんも女性向け風俗を運営されてみて感じることが、女性向け風俗の運営の難しさというのは、疑似恋愛を楽しみたい、性的接触よりも疑似恋愛、心の快感を求めたいという女性もいれば、今までと同じように性の悩みを解決したい女性もいらっしゃると。千差万別、100人いれば100通りのこう結果を求めてこられてて、そこが少し男性とは違うのかなという感覚も私も受けました。女性は心で性を感じやすい、体だけじゃないというのが男性と少し違うところなんですかね。男性の場合は、体の性があって、その先の先の先ぐらいにやっと心の性が満たされるっていう、こういう性質があるなと私も考えてるんですけれども、女性の場合は心の性が感じなければ体の性が感じないっていう、ここ男性と大きな違いですね。なのでセラピストさんが、このお客様はどちらの性を満たしたくて、またはどちらの性をより多く満たしたくて来られてるのかなというのを見抜く力というものが必要になってくるのかなと、ね、利用者も増えれば当然こうそれに呼応するように性比例のように増えていくのが、悪質な店舗さんや悪質なセラピストさん。でもですね、SNS で利用者の方の情報発信というものも最近は頻繁に行われているので、悪質な店舗さんやセラピストさんは必然的に淘汰されていくだろうなんていうこともおっしゃってました、この記事の中でね。そう考えると、いくらウェブ上で自分のホームページ、ランディングページでいいこと、ポジティブなこと、デメリットを書いていたとしても、実際に利用した方の声、要は口コミですよね、これに勝るものはないわけですよ、本当だからね、Amazon とかで星1とか自分の書籍につけられるときめっちゃ悩ますよね。それが感想だから仕方がないんですけれども、
利用者の声というのは何者にも変えがたいですよね。この正樹さんも3時間で3万円に加えてホテル代をお支払いしていただくというこういうスタイルでやってらっしゃったそうなんですが、対価に見合う満足感を与えられているのか当時はすごく不安でしたと書かれていました、うん、この女性向け風俗、一方で違うウェブメディアさんでね、この女性向け風俗を利用する女性をどう感じるかって男性にインタビューをしたアンケートを取った記事があって、自分はいいけど女性は嫌だみたいなこういう概念をお持ちの方も正直まだまだ多い。なので利用者が爆増しているとはいえ実際に利用していると明言できる女性というのはまだまだ少ないし、言ってみたらアンダーグラウンドで爆増して利用されるエステとしてこれからは広がっていくのかなと思いますね。思うんですよ、男性が女性の性をこうお金を払ってでも欲しい、価値があると思うのに、なんで身近な人の性を同じように価値がある、お金払ってもいいと感じられないのかな。もちろん感じられないには理由はあります。今日はちょっとそこ置いておきますけれども、身近な人の性こそ本当は価値のあるものに育てなければならないのが男性の本当の役割なんじゃないかなと私は考えます。この続きは YouTube チャンネル友達 TV 内、小室由里のネットでウィークエンダーにて動画でお楽しみくださいね。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まであなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。共感コミュニケーショントレーナー新田昭嗣先生です。今週は頼りがいを感じさせる表情の作り方だそうです。それでは新田先生よろしくお願いします。はい、小室さん、皆さんこんばんは。共感コミュニケーショントレーナーの新田昭嗣です。共感一言サプリ、今回は頼りがいを感じさせる表情の作り方をお届けしたいと思います。人と会うとき必ず見られるのが表情です。笑顔だと印象が良くて、怒った顔だと印象が悪い。これは言わずもがなですよね。では、自信に満ちていて頼りがいを感じさせる表情とは一体どんなものでしょうか？正解は、キリリと引き締まった表情です。反対に表情に締まった感じがないと、どこか頼りなさげに見えてしまうものなんです。さて、キリリと引き締まった表情を演出するにはどうすればいいのでしょうか。この表情を見せる上で知っておきたいのが自分の顔の特徴です。例えば右半分から見た方がかっこいいとか、左半分からの方がかわいいとか、自分が一番よく見える角度を知ることが重要なんです。
最近ではスマホのカメラで手軽に自撮りはできますので、上下左右さらにその中間と様々な角度から自分を撮影してみると、最も引き締まって見える角度が見つかってきます。ここの角度がいわゆる決め顔になってくるんですね。会話をしている時、その角度が最も出るようなポジションで話すと効果的なんです。また会話の最後をできるだけ決め顔、引き締まった角度で終われるようにすると、さらに自信に満ちた表現になります。もう一つのポイントは目の使い方です。しっかりと目が開いた状態をキープする、これが大事なんです。でも無理に目を開こうとすると見開きすぎてしまうので、逆に怖い印象を与えてしまうこともあります。さてどうしましょう。人体の構造上、目がついているのは顔の最前部です。でもイメージとして今の目の場所よりももっと奥、頭蓋骨の真ん中あたりから相手を見るという意識を持ってください。同時に相手の顔の最前部についている実際の目ではなくて、その奥に向けて自分の視線で射抜くように見つめていくんです。こうすることで自然に目の周囲の筋肉がしっかり見る、このための反応をして、いわゆる目力が宿ってくれるんですね。それでは今日はここまで。次回もどうぞお楽しみに。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣がお送りいたしました。新田先生ありがとうございました。実際に私もどっちが決め顔かなと思ってやってみました。小室由里の決め顔は右肩顔です。そういえば右顔を見せて写真に写ってること多いなと思いますね。気になる方はいろいろな写真、小室由里の写真見てみてください。目力、これねやるとね、力の抜けた意思を表示させる、意思を伝える、そんな顔になるなと。この目線、思いが伝わる目力になる。プレゼンテーションの最後の決め顔、そして告白の最後の決め顔にぜひ使ってみてください。共感コミュニケーショントレーナー新田明嗣先生のお問い合わせはダイアログデザインラボ、インターネット検索でダイアログデザインラボでお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサルリ、大阪の占い癒し所ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週は梅雨明け夏の恋愛編です。それでは夏らしくセクシーに参ります。おひつじ座、夏の刺激的な恋愛が始まっちゃうわよ。気になるあの人に電話かけてみてね。おうし座、サービス精神がいっぱいで芽生えちゃうわ。パートナーにもベッドの上で尽くしてきてね。おうし座、おしゃべりが気分転換になるわよ。気になるあの人と語り合って。ガニ座、恋愛でビッグチャンスが到来よ。ハッピーな出来事見逃さないで。獅子座、体を動かすとラッキーが訪れます。一緒に汗をかいてて気持ちよくなってね。乙女座、お仕事が忙しくてその連絡忘れてない？場面にメッセージしておいて。天秤座、伝えたいことがなかなか伝わらないかも。愛の告白はきちんと伝えてね。サソリ座、この週末恋愛運が急上昇。気になるあの人を誘ってお出かけしてみてね。いて座、
気分がアップダウンしがちです。二人でお外をゆっくりとお散歩してきてね。ヤギ座、恋愛にシビアすぎるのがたまに傷。アイスを食べてパートナーをペロリンと愛してあげて。水亀座、最新の流行りに付きのあるあなたです。キャッフェでマリトソーをあーんと食べさせてあげてね。魚座、この週末はあなたらしさが光ります。激しさの中にある優しさがモテる鍵ですよ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪ヤクモ漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週新しいコーナーとして発信しました小室由里のネットでウィークエンダー、こちら YouTube チャンネル友達 TV 内で配信中です。伝説の AV 女優と呼ばれております私小室由里が実際のニュース記事をもとに日本の政治情についてお話ししております。YouTube は毎週土曜日22時に配信しております。ここまでのお時間は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ男女コミュニケーション専門家小室由里と、占い癒し所ヤクモアン恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社の提供でお届けいたしました。この後はウーマクーで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノマンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。 FM ギノワンでは浴衣ウィークでした。私も浴衣で登場させていただきましたが、カイリさん浴衣着てましたっけ。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。女の愛というものは見たり触ったりすることによって燃やし続けていなければどれほども続かないのである。イタリアの詩人ダンテの名言です。愛部という漢字よく見てください。愛を持って撫でること、女性の体も心も触ってくれないと枯れちゃうぞ。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。